こんにちは、せいなです。今日は質問コーナーをやってくださいっていう DM を今見たのでやっていきたいと思います。みんなが気になってるだろう質問を、前にスタッフさんがいるんですけど、予想してもらって答えます。それに1つ目、カラコン何使ってますか？カラコンはキャンマジの3番。夏行くのデザイン教えてください。タレメデザインでインスタのフィード投稿にやってもらった人が記載されてるので、その人に DM してもらえれば全部詳細がわかります。足痩せの方法知りたいです。むくみ取りで言ったらグラマラスパッツと、でもやっぱり痩せるとね、足ほんと細くなるから、まあ、筋トレとかするだけでもマジで全然違う。生活費、子供にかかるお金くれない旦那どう思う？別れても養育費くれなそう。結婚してんのにもらえないってこと？え、何してんのって思っちゃう。考えられません。もし男の子産んだらなんて名前つけますか？カブトムシ。カブトムシ。子育ての一番大変なところはどこですか？一番大変なところは、部屋から出してる時にララと一緒にいると、ララがどんどんね、こういうものとか置いてるものとか全部破棄しちゃうから、そういうので一向に片付かない。片付けしてる時です。雨の日はララちゃん室内で何して遊びますか？積み木と走り回ってるのとボールで遊んだりしてる。肌が乾燥しているとき使うといい化粧水とかありますか？セイナは肌荒れが結構しやすくて敏感肌なので、無印の化粧品を使ってます。離婚して周りの家族と比べてしまいます、どうしたらいいですか？比べないようにするしかないですよね。でもやっぱ一人一人の人生だから、まあ、セイナも前までめっちゃなんかこの人と比べてセイナはこうだわとか本当考える癖がすごくて、けど考えないようにしたらすごいね、生きやすくなりました。本当に考えないことかな、比べないことかなって思います。抱きしめてもいいですか？はい。前髪の切り方知りたいです。最近前髪治安悪いので。さっき今撮影する前、前髪長いなと思って今スタジオにいるんですけども、そのスタッフさんにハサミ貸してくださいって言って、今普通にこうやって切った。3秒で、もう何も考えないで無心で切ります。浮気不倫はどこからだと思う？浮気不倫は隠したらじゃないですか、相手の人に。おすすめのハイライト教えてください。マジでおすすめできる激推しのハイライトこちらです。じゃーん。パレットホップインフレッシュアイシャドウチークカラーフェイスカラー。せいな、今までめっちゃいいって言われてきたハイライト全部使ってたんですよ。けどこれはハイライトなんだけど、マジ自然で、普通にこれ使ってからハイライトどこのって聞かれることがめちゃくちゃ多くなったの。期間限定のやつらしくて、アイシャドウもあるしチークもあるしハイライトもあるっていうやつ。妊娠線とか妊娠太りしない秘訣は？聞いたことあるのは、妊娠線ってなんかほぼ体質らしくて、セイナのまま4人産んでるんだけど妊娠線1個もできなくて、セイナもマジでなんかボーンって膨張したけど妊娠線できなかったから体質かなと思っちゃう。けどクリームをやっぱ塗ると多少は違うらしいです。ラーラの水着販売してほしい。水着やば、いけてる、いいですね、考えます。私もシェナちゃんって呼んでいいですか？はい、呼んでください。友達多いですか？友達多くはない、普通かな。ララちゃんはいつも一人で寝てるんですか？ララちゃんの写真いっぱい見たいです。ララは最近は一人ではないな、なんかセイナが仕事の時とか夜遅い時とかは一人なんですけど、夜一緒の時は一人に寝ます。で、ララの写真ね、インスタとかには全然投稿しないんですけど、ブログで毎日更新してるので、よかったらブログの方を見てください。またいつか結婚したいですか？0。嫁が妊娠初期でつわりとか辛そうで、何かをしてあげたいんですけど、何をされたら嬉しいですかね？常に袋を常備していくのと、食べたいものを積極的に買ってあげるとかされた時は、そういうのはめっちゃ助かりました。あと優しくするとかね。今ネイルってしてますか？今ネイルできてないです。でも今月できます。片側なのにより戻したいって変な話ですかね？全然変じゃないと思います。だって二人にもいろいろそれぞれあるから、自分が思うように行動しちゃいましょう。子供に怒ることありますか？イライラした時どうしてますか？怒ります、普通に。なんか物とか壊したりした時はナチュラルな感じで怒ってます。ダメだよって。セイナちゃんにとってララちゃんはどんな存在ですか？宝物、一番大事です、この世で。復縁する上で大切なことは？大切なこと、復縁したことないからな。初心とかかな。誕生日なので祝ってほしいです。今日で20歳になりました。お
めでとうございます。シェナももう少しで20歳です。タメだ、ウェイ。シェナちゃんってなんでそんなにかっこいいんですか？かっこいい言われたことない。え、本当ですか？どこがかっこいいかな。マインド、まあ、ギャルなんで。高校メイク禁止でする機会がないんですけど、せいなちゃんは初めコスメ何使ってましたか？初めてのコスメで使ったのはキャンメイク。もう一番安いし、めっちゃ使いやすいし、キャンメイクしか勝たん。ラーラのマタニティバッグが欲しいです。え、今作ってるんですよ。この前インスタのストーリーでどんなマザーズバッグ、マタニティバッグがあれば便利ですかっていう質問を募集したんで、今も一生懸命せな試行錯誤してデザインしてます。カバンの中身見せてください。今日はね、なんとカバンっていうか荷物多くて紙袋で来たんですよ。まずとりあえずこれで来ました。めっちゃでかいですけど、まあ、この中に、まあ、化粧品ね、これに化粧品もろもろこういうのが全部入ってて、ヘアアイロンとコテをまず持ってきました。めっちゃ今ちょっと汚いんですけど、これとコテで、はい、香水とか、あとオイルが入ってますね。あと T シャツとか洋服が入ってます。ミラちゃん、アンパンマンのキャラで何が好き？アンパンマン。何を信じて生きていけばいいのか。セイナの今のモチベーションは？自分を信じる。自分を信じて、常に人とじゃなくて自分を鏡にして成長していきたいなと思ってます。ギャルになりたいけどなれない。なれますよ絶対。つけまつけて髪の毛明るくすればもうギャルなんだ。それは化粧濃くすれば絶対ギャルになれるし、髪の毛めっちゃ明るくしてもギャルには見えるんで、ギャルにはなれます。今までの経験人数は？ファンの子と付き合うのはありですか？出会い方によります。過去最高体重は？妊娠した時58ぐらい、60ぐらい近くいってんの。やばいなそれ。せいなちゃんの恋人になる条件は？普通の感性を持ってる人だな。条件とかあんまりないです。でもちょっと身長高い方が好きです。あと優しい人とかめっちゃ王道なんですけど、チャラい人はあんま好きじゃないかも。気になれません。せいなちゃんの黒歴史教えて。え、なんかめっちゃ恥ずかしいんだけど、中学校の頃変に男っぽくするのが生きてると思ってて、当時は体育の時とかもそれとか全部めくり上げて変にへそ出しとかしちゃって、あの体操着をね、ズボンとかも折り曲げて、なんか男みたいな感じで、今思えば恥ずかしかったです。もうオラオラしてました。パパ活してますか？してません。してます風な回答だったけど。してません。するわけないじゃん。せいなちゃんの最高月収ぶっちゃけいくら？なんかあんまり給料に執着しないっていうか、お金にあんまり興味がないって言ったらあれなんだけど、けど確か120万ぐらいかな。せいなちゃんが男子に冷める瞬間は？うわー、自分のことしか考えてないと思ったら、ちょっとってなっちゃう。いただきます。ちなみにせいなタケノコの里派です。何フェチ？匂いか、なんか目遣い、こうやって目の動き方とか。今何カップ？ A カップのブラをつけてます。何カップか分かんないんですけど、かかってもらった時に E のブラ買った方がいいかもって言われて E カップつけてます。性癖は？性癖？いや、言えなくない？でもナチュラルなのが一番、まあなんかね、いいよね。セフレから本命になるには？よく聞く話では、あの連絡来ても断ったり、あんま都合よく扱われないような行動したりっていうのをよく友達から聞いてます。でもなんか男友達には、いや、なんかセフレから本命になることはほぼないよって言われたことがあって、言われたことがあって、てかせいながセフレしたみたいな言い方なんだけど、とも言うかな。難しい、難易度は結構高いのかなと思います。モテる極意を教えてください。男の子はなんかとりあえずベタなぐらい優しかったらモテるのかなと思います。ちく女の子って意外と単純だから、ほんとベタなぐらい優しくされると、あ、この人は意識して多分優しくしてんだなって思ったとしても、結局優しいって印象は残るので、とりあえずめっちゃ女の子に優しく
するといいと思う。あとなんか清潔感はめっちゃ大事だなと思いました。女の子は何だろうね、なんかモテる人いろいろそれぞれタイプ違うし、センスなのかな、モテるって最強いいみたいな。ニコニコしてる、よく笑う子とか。せなちゃんは脱毛してますか？してまーす。だけど今はどうしてないです。あのエースクリニックってとこで しました。今までで一番嫌だったあだ名つけられたことある？ない。ないかも。今彼氏はいますか？彼氏はいません。好きな人はいますか？好きな人は、いません。どう思う？逆にいると思いますか？セナさんね。いや、でもこう話してるといなさそうって思うけど。おー。なんか意外とちゃんとしてるなっていう。え、ですよね。絶対使ってください。え、そうなんですよ。セナ意外とちゃんとしてるんですよ。そう、喋り方とかちょっとさ、やっぱ、なんかバカっぽいって言ったらあれですけど。あれですけど。なのに考えとかすごいちゃんとしてるなっていつも思う。最後に一言。まあ、せやのはちょっとね、これからね、あのマジで YouTube、まあ、今までも頑張ってたんですけど、もっとガチで本格的に、なんかお家のね、やっぱあの YouTube を待ってる方が、見たいって言ってる方がとっても多いので、これからはね、家中心にもっと YouTube をあのたくさんアップできたらいいなって思ってます。なので皆さん見続けてくれたら嬉しいです。はい、以上です。てか久しぶりすぎて口が回らない。ということで、この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、せなでした。バイヤオ。バイバーイ。